先ほど、はい、機械でやった膝出しの機械で手でやった。こう一針一針ね、下から入れるときにそこのピンポイントでいくっていうのはそうですね。よく狙ったところに本当に出ますね。そうそうそう、これでなんか畳職人だって分かりました。いつもふざけてるとこしか見せてないから。今日初対面ですよ。見てこのまっすぐこう塗ってるの、すごいでしょ。すごい自慢です。これって針と手当てと、こっち写してます。手元大丈夫、はい、手元大事、こういう感じでね、はい、これないと手に刺さっちゃいますもんね。はい、はめてみます。ロドリゲスやってみます。なんかあったかいです。手が縮れ。こういうことですか。そう、でここで押し込むわけですか。そうそう、こうティーバッグな感じ。こういう感じ。かなりかなりここ食い込んでます。こういう感じ。とりあえず、はい、いい決してます。はい、ありがとうございます。はい、針を持って刺す。はいはい。うん、揺れないように。ます。こういうこと。はい。で、こう抜いて下からここに上げんですね。これ難しいですね。今度は違う場所から刺す。うん、ここか。あ、でもやっぱり難しい。もうちょっと修正が難しい。こうか。一回差し直さないといけない。はい、おお、うまい。出た。あ、すごい。ロドリゲス頑張る。これでいった。あ、すごい。はい。すごい。どうぞ持ってみる。ちょっと僕最初してみる。あ、どうぞ。持ち方とかあります？いや、まあ自由に持っていただければ。食べちゃう。あ、重いんですか？あ、めちゃくちゃ重いっすねこれ。重いんだ。重そう。半端なく重いんですけど。そうですよ。何これ。頑張って。頑張って。上がってないまだ全然。頑張れ。普通に重いです。持ち上がんない？全然無理ですね、これは。勢いとかでも無理だ。無理ですよ。一応本当にキャサリンは、プルプルしてました。これちなみに何キロあるんですか？32、3キロありますかね。あ、重いですね。よいしょ。無理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 。さすがプロレスラー。すごい。やっぱり。キャサリン。ちょっときつい。キャサリン。あ、そうね。その時はすごい。で、これまあ持つ肩でね、担ぐような感じが楽ですよね。いや、そんなの絶対普通の人はね、手だけで上げたくなっちゃうんだけど、やっぱ膝入れてね、こう上げるっていうのが畳の重さを感じていただきました。はい、重たいです。で、まあ一通りね、塗って実演して体験してもらって、うん、重さも体験。これでお土産でね、はい、インテリアミニ畳っていうのも、インテリアミニ畳、はい、そういう作れるんですけど、はいはいはい、作っていきますかね。お願いします。じゃあそちらへどうぞ。ヘリをね、つけるんだけど、どのヘリします？招き猫。招き猫。あ、やっぱり一緒にキャサリンと一緒の気が合っちゃった。じゃあ違うんですよ。言えないんだ。じゃあ、はい、キャサリンこっちね。はい、ね、はい、どんどんこっち。こっち、はい。はい、こうでしょ、うん、この表側をこう出したいので、うん、裏側を仮止めで打ちます。こっちの縁の方ですか？はい。こっちの方ですか？はい。こうね。そしたらこうやってこの打ちます。まあ真ん中打とうか。この辺がいいかな。まずはいよ。どうぞ。見てた？これあ、大丈夫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 なんかロドには厳しい。
な、うん、ロードはあとねこう2つずつ。ロードは食品だからそんなにいっぱいですか。こう、うん、見て覚える、見て覚える、うん、指綺麗だなちょっと待って力が抜ける。指そんな綺麗なの？ちょっとねやめてください。キャサリンのキャサリンのティーバッグ、キャサリンのティーバッグですか。ちょっとここだけすごい和ですよね。ここだけはすごい、ちょっと和すごい。ここ歩いてみて、歩いてみて、この上。そう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 ムーンワーク、ムーンワーク、ムーンワーク、ムーンワーク。なんか良かったな、キャサリン。ちょっと吉井町もいいお店があるんで、ぜひ、はい、ぜひぜひ一緒に行きたいですポイント貯めてますよ、はい、じゃあちょっとこう、はい、あれできちゃった、キャサリン。あ、できちゃった。こうなんかさ、ちょっとあれ令和みたいな感じで、あれ新しい言語は令和ということで完成したんですかね。逆もう一枚いきます。はい、チーズ。